3月19日、垂井町相川公園に鯉のぼりが掲げられました。何匹あるでしょうかね。今日はまだ伊吹山も白いです。桜はまだ全然ですね。1週間ぐらいすれば咲くかもしれませんが、伊吹山が雪がなんとか残ってくれれば綺麗なんですが、どうでしょうか。ちょっと今日は風が強いから元気に泳いでいます。今年は各学校の生徒さんの寄せ書きもかけられています。3月の26ぐらいから1週間ぐらいがちょうど見頃かと思います。垂井町の桜祭りは4月の2日です。この相川堤沿いのウォークも計画されていますから、4月2日の桜祭りウォーク来ていただいても楽しめるんじゃないでしょうか。雨が続いたのと雪解けで相川も水量が多いです。あ、晴れてきましたね。伊吹おろしに乗って元気に泳いでいます。やはり鯉のぼりは風がないとダメですね。元気よく見えないですね。三浮橋からずっと相川橋まで全部で350匹です。両側に桜を植わっていますが、こちら側、南側が特に相川児童公園の方が桜並木に、桜のトンネルになってますから、あと1週間ぐらいしたら見頃になると思いますから、ぜひ皆さんいらしてください。こちらが桜のトンネルになります。あと1週間もしたら。こちら児童公園でトイレも完備されてますから、安心してお越しください。お待ちしてます。